はい、始まりました。ダンサートーク。ダンス大好きママダンサー MC のさやかです。よろしくお願いします。このチャンネルではですね、毎月ダンスに関わるゲストをお呼びして、その方のルーツや人生の成功談、失敗談を発信し、将来プロダンサーになりたい子は参考に、そして結婚出産後のダンス人生を悩んでいる人はいろんなやり方をシェアしてもらえれば嬉しいなと思い始めたダンス好きチャンネルです。今回はさやかのソロトークなのでオーディション情報でございます。一人じゃないから君が私を守るから言うて、ダンサーのアンテナ張ってる子は知ってると思いますけれども、ちょっと待って、めっちゃ泣いてるわ娘が。アイさんのツアーダンサー募集のオーディションが始まります。イエーイ、ついに来ましたって感じで、アイさんすごいですよね。ちょっと2人のお子さんいててツアー回るって、5月からのツアーかな、10月ぐらいまであるかな、それで回るってすごいよね。パワフル AI ドリームツアーダンサーということは、ドリームも夢のツアーということでございますよ。もうこれがね、発表されて、ちょっともう震えたんですけど、これですよね。ダンサーオーディション、こちらなんですけど、かっこいい。ピンク、かわいいピンク。これをね、見て、やっぱりこう、若手のダンサーの子たち、10代、20代の子たちが挑戦していくと思うんですけど、正直、うわ、出たいって思っちゃいましたよね。出たよね。これね、でももともとチケット取ろうとしてた、私。愛さんのツアーとかライブは結構見に行ってるので、自分の母親とも見に行ったことあるし、自分の旦那さんとも、旦那さんちょっと世代が違うんですけど、無理やり連れてって、見てすごい愛さん良かったね。で、こう、ディナーショーとかね、旦那さんとは一緒に見に行ったりとか、他のライブも見に行ったりして、すごいね、愛さんはもう、だから大好きなんですよね。本当にライブには絶対行く。まあ、必ず行くアーティストさんなんですけど、このドリームツアーも私見に行こうと思って、チケット取ろうと思って、こうね、アラームが鳴るように、チケットサイトとかで、こう、チェック入れてたライブだったんですけど、まさかの、ダンサーをオーディションで募集するというところで、もう見たいライブっていうところから、まさに出たいライブに変わってしまったんじゃないかなっていうところなんですけど、こちらのオーディションを今回はご紹介していきたいと思いますんで、応募する方一緒に見ながら漏れがないようにね、応募していきましょうということで、じゃあ早速いきたいと思います。今回のダンサーオーディションはですね、 GKKJ プレゼンツって書いてるんですけれども、 GKKJ プレゼンツなんぞやっていう人もね、多分いると思うんですよね。 GKKJ、まあ、下克上っていうね、風に読むと思うんですけど、こちらの会社さんに関してはちょっと私はあまりその詳しかったり、こう身内だったりするわけじゃないんですけれども、まあ友人がね、ダンサーで出てたり、知り合いのダンサーの方が振り付けを出されていたりっていうところで、イベント自体はね、遊びに行ったことあるんです。子供連れてダンスイベントなんですけど、ナンバーイベントみたいなの見に行ったことがあるんですよね。そこの、まあ、だからダンサーのイベント企画、まあダンスワークショップだったり、そういう、まあダンサーに関する、こう、マネジメントだったり、イベント事業の制作だったりをしている会社ということですね。もともとダンサーのクルーの方々がやられてる会社ということで、なので、まあダンサーオーディションっていうところなんでしょうね。この愛さんのツアーの本番の開催期間は、2022年の5月から始まる全国30公演前後を予定している30公演あんねんて。わお、このツアーに一員として共に盛り上げてくれる熱い気持ちを持ったダンサーを全国から募集しますということで、で、愛さんのメッセージ動画なんかもね、結構いろいろ SNS とかでも流れてるので見てみてください。募集人数、狭きもんですよ。いきますよ。募集人数、どどん。男女2名ずつ、計4名でございます。4名しか受からんし、しかもこれ男女2名ずつやから、女の子やとしたら2人しか行かないってことですね。厳しい。皆さんが突破しなきゃいけないのが、一次審査と二次審査と最終審査がございますというところで、一次審査から紹介していきますね。一次審査の募集期間、まだ
始まってないんだけども、来年の2022年1月3日から12時からですね。で、1週間ないね、募集期間が1月7日の23時59分が締め切りというところで、こちら締め切りなので、こちらをまずはチェックしてください。募集資格なんですけれども、18歳以上から受けられます。その上は何歳までとかありませんので、ただこの18歳っていうのは高校生はダメですよっていうことですね。ダンス歴は5年以上のダンス歴があったら受けられるというところで、募集ジャンルなんですけども、ダンスジャンルが書かれてるんですよね。これ、ヒップホップです。ヒップホップです。やばいよ。ちょっと私苦手なんだよな、ヒップホップ。苦手とか言うたらな。できる。ツアーや本番日、リハーサルを優先できる方、来てくださいね、というところでございます。リハーサルは3月から5月予定してますので、3から5月のスケジュールをこのツアーの、予定、リハーサルをね、優先できる方が、ぜひ来てくださいというところでですね。でもあれよ、ヒップホップ以外に踊れるジャンルがある方は、エントリーフォームにダンスジャンルの項目をすべて記入してくださいというところで、加点される可能性もあるって書いてくれてるよ、注意事項に。やっぱまあジャズダンス、バレエ、ヒール、クランプ、ブレイキン、すごいクランプとかも載せてくれてる。ブレイキン、ロック、タップ、アクロバット、まあその他にも極端にこう体がすごい柔軟が柔らかくて、みたいな。身体能力高いとか、なんか見せれる特技があったらそれも見せられると。応募方法いきますよ。応募方法。この一次審査の応募方法ですね。エントリーフォームがございます。ここにね、エントリーフォームございますけれども、ポチッとな。エントリーフォームの方に、受付の開始はね、1月3日からってちょっとまだゆとりあるかなって思うでしょう。でも準備しといてほしいもの載ってます、このエントリーフォームに。ね、事前に準備しといてください。これがアーティスト写真、アーシャですね。全身のものとバストアップ。2枚アーティスト写真いりますよと、まあ、もしアーティスト写真持ってないよどうしようっていう方は、まあ、写メの提出でもいいよと、もちろん自分でプロデュースしたファッションでこれがかっこいいんじゃないかな、これが愛さんの魅力を伝えられるんじゃないかなっていうファッションとかで綺麗にかっこよく撮ってくださいというところで、ステップ2、もう一個あるよ、もう一個書いてくれてる。愛さんの楽曲を使用したソロダンス動画、動画審査ですか、これは。12月17日金曜日から、金曜日12時から1月7日23時59分までの期間内で、ご自身のお好きなタイミングで投稿して、投稿?この動画投稿はもう始まってますね。審査が始まるのは3日からやけど、動画投稿はもうしてええよって。何動画投稿するの？オーディション特設サイトっていうのがあるんですけど、まあそれも説明した概要欄貼ってきますね。貼っとくんですけど、そっちからね、この詳細確認しながら皆さんも応募してほしいんですけれども、アカウントフォローを3つしてほしいみたいですね。愛さんのオフィシャルインスタグラム、全部インスタグラムです。愛さんのオフィシャルインスタグラム、あとは下克上のオフィシャルインスタグラム、Take Action for Peace、3つのインスタグラムをフォローして、でこの3つをさらにタグ付けして、愛さんの楽曲を使用した30秒以内のソロダンス動画を投稿してください。投稿、じゃあインスタグラムに投稿ってことですね。これは30秒で振り分けられるの、ひー。愛さんの楽曲であれば選曲は自由ですと。で、非公開のアカウントやストーリーのみの投稿は審査対象外ですので、ちゃんと自分のインスタグラムアカウントにの投稿のページにちゃんと出してくださいねと。で、投稿の際はハッシュタグ AI ドリームツアーをつけて投稿お願いします。やばいよ。なんかね、新しいですね、オーディションの方法が。やっぱりこうダンス動画、一次審査が動画審査っていうのがもう主流ですね、今ね。ほんま始まっております、それは。もうアップしてもいいので。審査されるのは、応募開始日時は1月3日やけど、投稿はもうすでに、してもいいようなので、これをね、もうどんどん、作っては載せ、していきましょうというところで、キャピーが一次審査でございます。この一次審査に、ホスタラ、通りましたと。通りました、なったら、合格者のみ、
合格者のみやで。合格者のみ1月31日までにメールまたは電話にてご連絡いたします。ご連絡もらいました。1月中ね、来月中に一次審査の返事が来た方は二次審査行けます。二次審査は実技審査で川崎クラブチッタに行くそうです。はい、こちらに見に行ったんちゃうかな、クラブチッタに。私下克上さんのイベント、こちらに見に行きましたわ。日程載せておきますよ。2022年の2月8日火曜日ということで、今言って言ってるスケジュールもね、もう受かるんやと思って開けといてよ一応。そして二次審査の結果は合格者のみ2月11日金曜日までにメールまたは電話にてご連絡いたします。お、これ出たな。愛さん、この二次審査に関しては愛さんご本人も審査員として参加いたします。愛さん、愛さんやばい、お会いしたいやばいですね。愛さんめっちゃいい人。もういつ、まあ、ライブとかはよく見に行ってるけども、あのオープニングアクトで大阪でダンサーをしたことがあるんですね。愛さんの2011年のツアーの時なんですけど、その時の ZEP 大阪かなで、オープニングアクトでショーをした時に愛さんに初めてこう生で会ったんですけど、本当ね、こうダンサーの楽屋があって、まあガヤガヤしてるわけですよ、大部屋にボンみたいな。でそこになんか扱いみたいなんでピョコッと現れたお姉さんがいて、でなんかすっぴんだったんですよ。すっぴんですごいなんかカジュアルな、なんかもう普通の雰囲気でパッて入ってきて、で誰か最初わからなかったんですよ。みんな誰ってなって、すっぴんやしね、なんかそのこう芸能人オーラみたいなの出してピャッて入ってけへんから、なんかよろしくみたいな感じで入ってきたのがそのすっぴんの愛さんやって、みんなちょっと待って愛さんじゃないってなって、よろしくねみんなみたいな、ゲーみたいな感じで、オープニングアクトダンサーのリハとかも見てくれてて、みんなめっちゃかっこよかったみたいな、すごいよかったよ最高みたいな、そんな雰囲気の本当に飾らない、まあよくね愛さんの人柄っていうのはこうね裏表が合わないって言いますけど、皆さんね本当にそんな感じで、こちらも愛さんやったんや、あのすっぴんのお姉さんみたいな感じで、あったかかったの覚えてます。その後もみんなに写真も撮らせてもらって、でなんかその時のマネージャーさんとか愛さんも、もう全然みんなのこうブログとかなんかそういうので載せてもいいよ、全然使っていいこの写真みたいな感じで、みんなで集合写真とかも撮らせてもらってっていう、すごい本当にフランクなね方で、いやお会いしたい、お会いしたいしね、本当にまた一緒になんかね同じ現場で仕事できたら最高ですよね、こんなハッピーママって思うんですけど、ご本人が二次審査に行ったらご本人も来られるというところで、からの最終審査ですね。もう狭き門ですよ、最終審査に行った方は本当に。でこの、最終審査に行かれた方は、2022年2月15日火曜日に都内某所スタジオにて、こちらも愛さんが参加します。こちらが最終審査で決まるというところで、ね、2月中に分かるっていうことですね。もうだから来月からスタートするから、もう2ヶ月以内にこの愛さんの2022年のドリームツアーに出れるダンサーがあと2ヶ月ぐらいで決まっちゃうっていうところで、あー出たいな、出たい出たい、そりゃ出たいよ、最高だと思いますよ。愛さんみたいなあんな人柄の人と一緒にねお仕事できたらもうすごいパワーだと思いますよ。ツアーが始まったら5月14日は埼玉を皮切りに、10月22日千秋楽は広島ですね。もちろん全国ですからね、大阪もあるし、うわー福岡もあるし、北海道もあるし、最高ですね。これ出れたらダンサーが2名ずつ計4名決まるというところで、なるほど。でもこれどうする、みんなの年末やからこう歌番組とかも増えてくれ、この間ね M1 とかもやってたけど、 M1 もめっちゃ感動したな、錦鯉さんが言ったやんか。だからなんかすごない、50何歳になるまでお笑い芸人、売れないお笑い芸人やって、ここで M1 のチャンピオンになるっていうおじさんたちが掴んだ夢みたいなのを見させられたじゃないですか。もうね、34なんて若造なんやなって改めて諦めなかったおじさんたちの執念をちょっと見せつけられましたけど、うわなんか来るものがありましたよね。だからこう年齢とかでさ、
こうもうちょっともうそういうのは出ていかんとこうかなとか落ち着こうかなって思ってる矢先にさ、ほんとさ、すごいこう泥臭く汗水流してこう、ね、夢をつかみに行ってるおじさんの姿を見せつけられてもうね、来るものはありましたよね。とはまたちゃうかもしれんけども、やっぱダンサーはね、またね、ちょっと体を使うっていうところで、また違ってくるかもしれんけど。いや、どうするんですか？皆さん受けるんですか？同志たちを。ダンス好きの同志たちを受けるんですか？ちょっと私もオーディションを見つけた瞬間のね、こう最初の気持ちを言うと、受けたいですよ。受けたい。まあ、だがしかし、私はまあ一人じゃないので、もう一人じゃないので、まあ子供も二人いるし、旦那様もいるし、家族もいるっていうところで、もちろんね、家族の予定とかスケジュールっていうのも、もちろん了承を得た上で、確認した上で、できそうであれば、ぜひね、挑戦したいなと思ってるんで、もしかしたら、私のね、その愛さんのハッシュタグがついた、動画が今後インスタグラムに上がる可能性もありますけども、その動画が上がったら、うお、さやか挑戦するんやって思っててください。ちょっと応援をよろしくお願いしますって感じで。踊るってなったらやっぱり頑張らないといけないので、それなりにね、ヒップホップのレッスン行くか。ヒップホップか。あのライブもめっちゃかっこよかったもんな、愛さんの。2016年のベストツアーとか見に行ったんですよね、私。この時のダンサー陣かっこよかった。だからマボスのさやかさんとかが、あと私この時にめちゃくちゃかっこいいって印象にあったのは、あの人カホゴールドさん、めっちゃ印象ある。カホゴールドさんかっこいいみたいな。アウトセットね、レイコさんとかもね出てるし、やばかったですよね、この時のガールズパワーみたいな。めちゃくちゃかっこよかったんですけど。あ、だからね、相当言うたらダンサーとしても結構スキルフルなというか、あとはもう個性的な、そういう独創性もあって、スキルももちろんあって貫禄もあってみたいな人たちが出てるイメージなので、でもね、挑戦しない後悔より挑戦してわからないじゃないですか、何が起きるか。目標をそこに向かったらやっぱこう努力も人もするし、結構ね、めんどくさがりな、根底はめんどくさがりな人間だと思うんですけど、やっぱり明確な目標があるとそこに向かってこう日々の精度が、日々をもうちょっとこうベストに尽くそうっていうところをこう精度が上がってくるので、本当に何にもないと子供とイチャイチャして日々が終わっていくので、それもすごい幸せなんですけども、まあね、30代は踊っていこうと思ってるので、ちょっとね、こういうオーディションももしかしたらさやかも挑戦するかもせんし、みんなさ、22年こそはね、またね、なんかいろんな、どんなウイルスが流行るのか、地震が起きるのか、何があるかわからない、本当に何があるかわからないけれども、今できる自分のこの気持ちとか熱いものだったりとか信じているものっていうものを大切にして、とにかく逃げずに今の時代を一緒にこう生きてるこのアーティストさんなので、この旬とかチャンスみたいなものは大事にしてもいいんじゃないかなと思っております。オーディションに挑戦する人は、頑張ってください。そして私ももしかしたら予定がね立てば挑戦すると思いますので、そうなった場合は一緒に頑張りましょうというところで、楽しみですね。2022年、なんかこういうオーディションがやっと復活してきたかっていう、ありがたいなっていう気持ちもあるので、大好きなエンタメ、音楽、ダンスを、2022年はねできたらいいですねっていうところで、緊張した、なんか一人撮影やのに今日やば今日ソロ撮影やのに重くそ緊張してるわ。じゃあ終わるよ、ほなな。ダンス大好き、ママダンサー、MC、さやかでした。どうもありがとうございました。またねー。頑張れ。頑張れ。